宮カスの宮チャンネルへようこそはいえー、今日はねとね何だろうよくわかんないんですけどこっちでねこんな感じでモニタリングもしながらやってるんですけどだいぶカクついてさっきも何度か落ちてるんですけど前に使ってた Z6 が何だっけえっ、ー、とスナップなんだブリッジ違うなんかそんな iPhone のアプリありましたよね。あれでやるって で録画して iPhone のアプリ落ちちゃうと録画も止まるっていうね残念仕様だったんですけど α7 の場合は iPhone のアプリを落としても一回レックすると止めない限りはね回り続けてくれる仕様だったんですごい助かるんですがこれも今これとつながってるんですがえーもしアプリがさっきみたいに落ちた時にレックが回り続けてくれるかどうか。 <laughs> ちょっと心配なんですがやってみたいと思います。もう初動画ですね、えー、今日は普通に、えー、設定が H26510bitMOV4K の6 0フレームという感じで <laughs> やっております。うん、でもだいぶカクついぶつてるなカクカクしてんなし、はい、でちょっとこっちを切り替えて、はいまあ、横枠ちょっと遠いんでね赤枠が出てるんで止まれば分かるかなと思うんですが。 えー、今日ご紹介するのがこちら。よいしょ。<laughs> マージャンパイじゃないんだから。よいしちっちゃくて見えないですね。はい。えー、プログレードさんの SD カードと、えー、CF エクスプレスとカードリーダーになります。はい。で、今ね、Z63 を使っちゃってるので、えー、現物の CF エクスプレスの2.0をお見せすることができないんですが、どっかに、えー、っと、画像を盗んできて差し込んでおきたいと思います。はい。で、今回、 えまたアマゾンのね、えー、セールプライムデーのセールでもうスタート初日目11日のもう深夜0時でいきなり全部ポーチったんですけどもこれは今使ってるキングストーンのーやつなんですがなんでこんなにもプログレードのー SD カードというかメモリーカードに切り替えたかっいうまたいつも通り前置き長いやつお話しますとカード SD カード今までねあのサンディスクを使ってたんですけども、えー、と <laughs> ご、ご自身も言ってますけども、いわゆるそういうメモリーカード検証系 YouTuber と名乗っていらっしゃいました。柴田さんという方がね、えー、CP- とかでも出てらっしゃいましたけども、えー、見てたら、 サンディスクは今一応有名メーカーの中で一番まダメと、うん。で、おっと思って見てたらまあまあそういうことなんですね。はい、ということであのち,ょっとちょっと検索して概要欄に貼っておきますので柴田さんの動画見てみてください。もうがっちり検証しているので僕が適当にざっくりしゃべるよりもはるかにあの数値化してもうマジでがっちりやられてる方なんで面白かったんでよかったんでよ,よければというかあの見た方がいいと思います。うん、で えーっと今 Z63 なんですけども α74 を売っ払って、えー、63にしたんですけどもその時に SD カードは、えー、もう今も入ってるんで出せないんですけどもコバルト SD カードが、えー、UHS2V90256 のコバルトと,、えー、っとバックアップで使うのに、まあ、セカンドスロットにはキングストーンのねを 同じ UHS2 の 256V90 はキングストーンで、メモリーカードはね、なぜか、カードリーダーがその時、なぜかね、キングストーンの方を選んでしまって、キングストーンね、ダブルスロットで一応入るんですけども、まあ、これも、あの、そ,それなりに早いです。あの、一応比べました。こっちとこっち。<laughs> あの、速度差があるのかと思ったんですけども、ほぼないですね。はい。どっちも、あの、いけます。ただ、今回こっち買ったのは、えっと、プログレードさんで、 カード、メモリーカードをリフレッシュしたりするソフトが無料化になったんですけども、カードリーダーもプログレードさんのじゃないとダメだということで、今回はプログレードにしました。それとまあ CF エクスプレスの2.0がね、XQD のカードリーダーではダメなので、CX、えー、口まらないエクスプレス2.0と SD、UHS2 対応。 2枚入るやつね SD カードカードリーダーを買いましたでこっちこれこれこれがそれねえ325ギガ入っております256を買ってたんですよさっきも言ったんですけどもで2枚入れ替えると1枚のカードを容量を大きくしたら512だと2枚差し替えるとここ1個になるんですけどもなぜでしょうプログレードさん650なんですよね512がないんですよ <laughs> どうしてっていうあの CF CF Express の、えーね、4.0にはね、512あるんですけど、2.0はなぜか650で、一瞬考えたんですけど、いや、そんな、そんないらんだろうと。N o g 6K。 長回しとかすると思った時に、いや、いいなと思ったんですけど、これもね、今度またね、256がないんで、165と325と、えー、650なので、まあ、コバルトにこだわる必要はなかったんですが、ゴールドだとね、256はあるんですが、ちょっとコバルトに、えー、して325買いました。で、こっちの4つ、まだ未開封、あの、はい、わかります <laughs> ビニールが。 かかってるまんまなんですがこれが uhs 2 v 60の方ですねゴールドの256を4枚、えー、購入いたしましたであれまたなんか話おかしくなってるなんで買ったかの理由でなんか一回りしてるねでカバンにねカメラバッグに予備として、えー、だいぶ昔に使ってたそれこそサンディスクのカード4枚ぐらいまあ 32とかのちっちゃいやつなんですけどもちょっと突っ込んでてこの間、えー、ひょんなことにもう本当に久しぶりにあそういえばこれって何入ってたんだっけフォーマットしたんだっけと思ってカードを、えー、っとカメラに挿したのか何に挿したんだっけな750だっけな何かに挿したら壊れてますと。<laughs> おまじかと。 まあ壊れてんだったらいいやと思ってもうフォーマットかけたんですよ。でフォーマットかけて写あの何枚か撮ってあの見たら見れるんですけどもまあ一回壊れた SD カードってもうダメじゃないですか。しかもまあしばらく使ってないと。それが二枚あったんです。四枚入ってるうちの二枚あったんでもうそのまま物理フォーマットかけて二枚もう捨てました。はい。で先日というか先月の末に、えー、動画の方のお仕事で運動会の撮影した時にえー、っとね。 固定4台のうちの1台のカメラの、えー、サンディスクのこれも256ただねサンディスクってつい最近なんですよね V60 とか出てきたの当時まだ V30 しかないんですよまあ4件の30とかは全然回ってたんですがそれもね12年ぐらい前に買ったカメラに入れたのでその SD カードもそれに合わせて買ってるので12年しか使ってないサンディスクのカードが帰ってきたら 中割ぐらいのところで、えー、と読み込みというか書き込みか SD カードに書き込みのエラーをこしててそこでこう動画がストップうしてましてで数分行くとそこからまた、えー、動画がちゃんと書き込まさってるんですけども数秒死んでるんですよ。で1回途中でエラー起きてるカードってコピーできないんですよね。 そこだけ使わないでカメラ他にもあるので編集で別に死んでるところは使わなきゃいいだけなんですけどもそもそも SD カードに入っているデータがもうパソコンにコピーできない。マジかと。<laughs> 最悪 Mac で再生して画面収録して <laughs> で死んでるところは使えませんけどもそこが過ぎるとまた動画が再生するんでカウンターは動いてるんですよ。なので一回 これ再生,再生はでできるんですよ SD カードを入れて再生ボタンを押すと再生してで止ま,止まるんですけどカウンターだけ動いててずっと動いててで大丈夫なところからまたこう動画がいくのでここだけね使わなきゃ OK だったんですけども,もいわゆるデータとしてコピーができないので画面収録してキャプチャーかけようかなとかいろいろ考えたんですけども、まあ、2スロットだったので2つ目の。 セカンドスロットが生きてたので無事コピーできたので、えー、そんな厄介なことしなくて済んだんですけどもちょっとサンディスクさん立て続けに、まあ、またたまたまその柴田さんの動画を見た後だったんですけどもおっとサンディスクと思ってさすがにねで今は6.3なんでダブルスロットですけども Z6 に関しては XQD でシングルなんですよね。うん ななんかか初めててシングルスロットじゃなくてよかったとダブルスロットの恩恵を初めて今回受けてほっと一安心であ,のあれでしたんですけども Z6 の XQD もソニーのね XQD 使ってて今まで一回もトラブルはないんですけどもやっぱりシングルスロットって何かあった時に予備がない、うん、怖えなということで一応信頼と実績の実績のって言ってもプログレードさんも。 ネクストレッジさんも、まあそこそこ <laughs>、最近の会社なんでサンディスクの方が実績長いだろうっていう話はあるんですけど、皆さんのね、信頼のある、えー、プログレードに取り替えたというお話でございます。はい。で、速度も、え CX、ー、CX だって CF Express 4.0がね、もう3400メガ1秒間にね、すげえ爆速なんですけども、最初こっちにしようかなと思ったんですよ、512があるので。 うん、まあ256もあるのでどっちも選べるんですけどあのー、カードリーダーが CFX プレスの4.0に対応しているやつをまあ当然買わなきゃなんないんですが SD カードが入らず4.01枚しか入らないんですよ。これはちょっと効率よくないかなと思ったのとうんまあカメラもそこまで爆速に対応しているカメラがまあまだ出てない。 うん、のでとりあえず僕は今のところ2.0でまだ大丈夫かなという感じあ、今何貼ってんだと思っている方いらっしゃ思うんですけどこれプログレードって書いてるあの鉄板で両面テープで貼るとこれが後ろが、ね、磁石になっててこうくっつくんですよ <laughs> なのでマックの後ろとかにこう <laughs> 止めたり、あのー、なんでしょう僕マックスタジオなんですけどもマックスタジオの横に貼ってこうカードリーダーを止めてくださいっていう <laughs> ものでございます。はい、しスティッカーーいいうかあのシール入ってますはい ね、えー、っと、なん,なんだし、UHS2 2.0じゃない V60V90、えー、速度を、えー、こっちとこっち、キングストーンとプログレードで測って、ほぼ同じぐらいの数字、うん、出ておりました。はい。 なのでキングストーンだからってちょっとこう遅いとかっていうのもなかったのでまあこれはこれで2枚刺さるので、えー、一気に読み込む時にはこっちにもあるとこれで3枚かうん UHS2 が3枚同時にね読み込めるので、まあ、これはこれで、えー、まだ取っておこうかなと思っておりますはい。 それで、えー、なんでプログレードにしたのかって話も一応したんですがネクストレージさんのね SSD もあって、えー、去年じゃないか半年前ぐらいに SSD、えー、それも Amazon のセールで買ったやつそれもね安くて早くて良くて結局僕も皆さんご存知のサンディスクの 2TB の SSD を使ってたんですけどもまあたまたま 2TB が売り切れて 1TB しかなくて偶然ネクストレージの 2TB を見つけてそっち買ったんですが。 ネクストレージさんのやつはなんか一応ねソフトも無料配布されてるやつがあるんですがあれはなんかその消したやつを復元する的なソフトなんですがプログレードさんのやつはリフレッシュプロっていうので SD カード CF エクスプレスのカード自体のファームアップが自宅でできる。 これすすげえ画期的ですよねだいたいそういうのってメーカーに送り返してメーカーがアップデートして返してくるとかっていろいろこうあったりするんですけども自宅でアップグレードができちゃう。うん、でチェックカードをチェ,ードチェックカードライフかチェックカードライフカードの寿命。 SD カードの寿命って今どのくらいなのかなとかって結構なんか気になって調べたらまあ Windows 用とかはあったんですけど Mac 用がなくて結局なんか調べることができて今どのくらい元気なんだろうっていうのがよくわかんないっていうのがあってまあとりあえず1回でもなんかトラブル読み書きのトラブルいやこのさっきみたいな壊れてますってやったらもう大至急ね12年しか使ってなくてまあまあ高かったんですけどね256で200メガ。 かな出る SD カードでしたけどももうそ,こそれも物理フォーマットかけてん256ギガもったいないと思いながらもそこをミ箱に捨てましたけどある日突然出、ね、そうになったりするんで、うん、まあ機械物なのでしょうがないんですけれどもしょうがないで済まされないことも多々あるのでやっぱりデータ消えたり壊れたりあの記録されてなかった。 レックボタンを押し忘れて記録されてないのはもう僕の責任ですけどちゃんとレックしたのにカードがダメで途中でデータぶっ壊れてるとかもうほんとマジ最悪なのでちゃんと信頼のあるね皆さんが使ってるメーカーのものにした方がいいなとうん思っています。あとデータのクリーンナップあのただフォーマットしてもゴミファイルが結構残ってたりしてそれで結構んだろう SD カードがまあまあんだろうフルパワーを発揮できないということがあるのでもう本当に 今この状態ですね工場出荷時何にもこのゴミデータクソデータが入っていないマジのすっからかんの状態にクリーンアップができるとその代わりクリーンアップしちゃったらもう絶対復元できないです何にもないので復元ソフトで復元できるのはえっとクイックフォーマットで 簡易フォーマットなので、この、な,なんでしょう。奥底に眠ってる <laughs>、僕たちの目には見えないところにあるやつを引っ張り出してくることができるんですよ。なので復元できすることが可能なんですけども、あの、マジの、あの、物理フォーマットというか、ガチフォーマットをかけちゃうと、もうそういうクソファイル、ゴミファイルもなくなっちゃうので、もう復元も不可と。うん。になるんですね。あの、リフレッシュはできると。うん。<laughs> すごいですね。翻訳すると、 カードを消毒してって書いてますけどね。<laughs> 消毒されちゃいます。本当に何もない状態になります。はい。これがあったので、僕はプログレードにしようかなと。 うん、思いました寿命だとかねいろいろ見れたりクリーンアップできたりするのでこっちの方がいいなと思ってプログレードにしましまたネクストレージさんも見てると全然悪くないですし使ってる方も多いですしニコンのホームページ見ると、えー、一応推奨カードの中にネクストレージさんもありますし、えー、いろんな YouTuber、えー、カメラ系あとプロ問わずネクストレージさん使ってるとこも多いんですけども僕はこのソフトが <laughs> あるということで、えー、少しずつ え、プログレードに切り替えていこうかなと、うん、思っている次第でございます。はい。で、一応4台メインマシンがあるので4つ。まあ、サブの方はとりあえずまだ3ディスクのまま挿しておますけども、とりあえず1スロットは、目は全部プログレードに取り替えようと思って、今回、あのー、全部変えました。結構いい金額になりました。<laughs> セールなのにそんな額しちゃうんだっていうぐらいね。ただ、 8万ぐらいかかってるもうちょっとかかってるうん一回データなくしちゃうとねあの信頼は8万円では買えないので、まあ、そこを高いとするか安いとするかです、はい、なので、えー、こういう時に少しずつ揃えてって、えーまあ、今年の年末でもまたセールがブラックフライデー <laughs> またねいろいろ他のカメラのやつも。 え皆さんはどこの SD カードをお使いですかというところでまあ今更なんですけどもサンディスク神話もねとっくの塔になんか崩壊 <laughs> していますしいろいろとトラブルとか保証とかもね、うん、まあそうか、まあ、柴田さんの動画見てもらえればね確かにそうだなということが多々あるので、えー、皆さんも SD カードというかメモリーカードいろいろね検討して えー、このタイミングこのタイミング買っちゃったばっかりの人はちょっともう買えるのはあれですけどもうちのメンバーもね780買,買って「どうしようサンディスクの?」って言ったんですけど僕が今回サンディスクにしないでプログレードにしたので、えー、プログレードを進めてプログレードを買わせました。はい <laughs> <laughs>、はい、ということで今日は、えー、メモリーカード SD と CF エクスプレスと。 えー、CFX プレスと SD カードのダブルスロットのカードリーダー <laughs> を買いましたというのと、えー、少しずつサンディスクを卒業していきますよという、えー、お話でございましたはいあの本当に見るとためになって勉強になるので概要欄にちょっと今から探してその柴田さんの動画貼っておきますので皆さんあの、ま、マジで見てみてください、はい、というわけでミヤチャンネルでございましたそれでは